はい、どうもこんにちは、ショウトです。ポケットモンスターソードシールドの、えっと、シーズン15がね、えっと、まあ、今朝の9時に終わったんですけど、一応シーズン15で、えっと、最終35位で、最高最終レートが2103をね、取れたので、えっと、まあ、構築の、まあ、チョレンタルも公開するので、まだこの、あの、利用性のルールもう2ヶ月続くので、まあ、よかったら、あの、使ってみてほしいのと、まあ、なんか努力値ぶりと、簡単に、 まあ、技構成とか見ればわかると思うから、簡単になんか、こういう動きしてましたみたいなのを紹介していく。まあ、構築記事のなんか YouTube 動画版みたいなね、感じで、ちょっと動画を撮っていこうかなと思っています。で、使ってた構築は純正グループを使っていました。中身のね、紹介に早速入っていくんですけど、まず、金電話か僕は無限ダイナを、 選んでいて、えっと、努力値ぶり、ちょっと、テロップかなんかで、画面の、ちょ下の方に出るようにしとくんで、ちょっとそっちを確認してほしいんですけど、素早さが、上剣の、最速の上剣抜きまで振ってて、で、えっと、HB が、まあ、ウロスの、陽気八巻反抗強打は、まあ、最高ラン引き続けるとかじゃなければ、だいたいなんとかなるぐらいで、意地だったら、まあ、ちょっと下とかを何回か、何回かっていうか、まあ、上を、上目のをちょっと引き続けない限りは、まあ、 まあ、ギリみたいな。ちょっと下引けばだいぶ楽になるぐらいな感じっすね。で、えっと、このポケモンについては何だろう。で、まあ、あまりが、えっと、CD に4ずつかなっていう感じになってます。で、まあ、あヒットポイントが奇数にしてっていう感じで、まあ、とにかくなんかこいつがめちゃくちゃ強かったっす。で、技構成が、その一般的な耐久のね、あの無限大の違って、コスモパワーもなければ毒もないっていう、その再生身があり、マジフレダイマックス王って技構成になって,て、 なんでかっていうと、えっと、まあ、再生は受け駒としてないとアクグラスが受からないので絶対入ってきて、こいつの身代わりがめちゃくちゃ強いなってことに途中でなって、身代わりがね、あの、入りました。まあ、こい、うん、本当にこいつの身代わりが強くて、なんか、あの、マジフレと合わせるとね、卓に勝てばラプラスまで対面からだった役割対象にできるぐらいな感じはあって、まあ、その、そう、マジカルフレイムとの兼ね合いも、 強い上に、なんかシンプルに身代わりが残る場面が結構あったり、まあ耐久型で S 早くて身代わりできるから、結構そう、その身代わりを残して、あのー、突破するみたいなね、感じで勝ち筋を掴んだりとか結構できたので、うん。まあこいつは本当は毒も入れたいし、なんだろう、あと、いろいろ入れたい技があるんだけど、うーん、まあ毒はなくても別に、 受け駒としては受かるわけだから、受かれば別に負けないわけだから、毒はなくてもまあまだいいっていうのと、なんか、ウーラオスがね、あの、多分無限ダイナでウーラオスを受けてる人がめっちゃ多かったせいで、アクウラオスがなんかダイジェットとか持って、そのダイマックス切ってナックルプラスジェットで、S 上げて、上からハチマキ暗黒強打を打って、無限ダイナ倒そうみたいなことをしてくる人が結構いて、まあそれを考えるとダイマックス方がないと、要はそのジェットだったり、まあこれダイマックスのね、タイミングがどうなるかっていうと、 タクではあるんだけどただ言っても、暗黒強打だった場合、こっち再生をしなきゃまずいけど、その暗黒強打は無限大なに対し4回しか打てないから、まあ、なるべく、なんかその、そこら辺のタクに勝って頑張って勝って、ダイマックスを2回入れれば、ウラースもね、処理できるっていう感じだったり、あと、ミラーの時に、大抵こういう受け構築のミラーの対戦相手の人の無限大内内って、ダイマックスがなくて、まあ、毒になって、身が量ね入れてる人結構多かったんですけど、 まあ、毒になってるパターンが多くて、そういう無限大なには結構一方的に勝てますね。あの、まあ、S を競わなきゃいけないんだけど、うんと、ミラーの、この系統の、受け系の無限大なミラーだったら多分こっちの方が早いぐらいまで S を振ってると思っていたから、その、特性の発動順で、この無限大なよりライトの無限大なが早かったら、もう絶対メガネか、パワフルハーブか、まあ、弾とかそういうアタッカー系ってことにして、ハピ引きっていう、 まあ、動きをしてたんですけど、それは割と、なんか通ったので、ね、正解だったかなとな。多分来シーズンからね、無限大なの、S 関係は結構なんか厳しくなるんじゃないかな。ただ、A、B とかはほとんど削れないから、アクーラオス考えると。だからまあ、うーん、結構、結構本当に、チキンのチキンレースが起きると思っています。っていう感じでした。まあ、役割対象は、まあ、アクーラオスが一番中心だけど、えっと、対面からだったら、 たらサンダーもいけるダイマックスがなければまぼ、あ、ちゃ若干暴風雲原になるけど、まあ、火力ないサンダーは割といけるかなであとナットレーテッカグヤとかにはこいつで身軽張って,ってやんないと、まあ、TOD で負けてしまうのでまあ、こいつが結構だほぼ全試合選出したかな選出しなかった試合多分ないかな最終日は多分1回もなかったと思うねっていうぐらいまあ、強いポケモンでしたで次が ヌオで、えっと、ま、座子案受けですね。ごつごつめと思って、技構成も多分この構成の人結構多いと思うんですけど。うーん、ま、座子案受けは受かるから、まあ、ヌオう強いんだけど。うーん、ま、座子案をこれで、これしか受かんないからこれなんだけど、うーん、できればこれじゃないのでやりたいなっていう感じはあるね。だからま、地面タイプだったり結構強いところもあるんだよね。あと、独独も覚えるから、 ま、裏に負荷かけていけるんだけど、その、無限大な、あ、違う、座詞ンに、じゃれに繰り出したときに、こっち次再生をしてないと、あの、ジャレにね、繰り出せなくなっちゃうっていう。要はその2回しか耐えないから、3体はしないから、で、回復するアイテムとか持ってるわけでもないから、そう、その辺が難しいんですけど、ま、あザシ詞案で結構ね、ヌオうに対して、後出しされた後ももう1回、ジャレで突っ張ってくる人が結構いるから、まあ、そこもタックだね。1回再生、 挟みたいっていうか、ぬおのヒットポイント管理しないとザシアンで全滅するから、結構、まあ重要なんだけど、微妙なところかな。ただ、うんと、早いザシア案は、オーのね、ごつめ3回ぐらい入れれば、無限大のマジフレで倒せるから、で、遅くて耐久振ってる、うんっと、座舎案は4回かな入れれば、4回か、うん、4回入れれば、無限大のマジフレの圏内になるから、まあなんか、無限大の圏内なら、まあ、ぬ 雑にこいつてててってってもまあありました、ね、こいつも <laughs>、その、ダイマックスがあるからほ、ほとんど何も受かんないんだけど、まあ、雑誌の受けは頑張ってくれたんで、受け駒としてオッケーだったんじゃないかなっていう感じですね。で、次が、エアームドで、えっと、こいつは最初ネクロズマを受けるバックだったんだけど、ネクロズマがまあ、足場はちょっと無理なんだけど、もともと無理なんだけど、熱風がちょっといたから、 エアームで受けるのきつくて、ただ、どう考えても、ランドロスは剣武型しかいないから、こいつがいないと、で、ドリュウズも結構最終日いたから、こいつがいないと受けれないのと、地面の一環はさすがに切んないときついから、ダイナとかバンギがね、全員地面弱点だから、こいつがいないと話になんなくて、なんでずっと入ってましたね。ブリザポスの、あ、違う、ブリザポスシロバドレックスかの、あの、ブリザドランスとか、素手に対しないから結構苦しかったりするんだけど、まあ、 あの、すべてのブリザポスが、あ、白バドレックスがエアームドよりだいたい遅かったから、なんか、まあなんとかなったかな。まあ、バドレックス系とは割と全部きつかったっすね。で、次がバンギラスで、こいつはまあ、あの、多分ウケルるう長く使っているっていうか、8世代で使ってる人は多分ずっとおなじみのバンギラスだと思うんですけど。あ、ちょ、エアームドの技構成は、先にちょっと言っときます。えっと、 ランドルとか受けるためにお盆の実がまず必須。で、羽鉄壁も確定これがないと、ランドと、ーとドリルズが受かんなくて、で、ボディプレイもまあ、鉄壁と相性がいい関係で入ってくるっていうのと、えっと、工術する、あの、水タイプの物力の枠が、僕ドヒドイでじゃなくてヤドランになっているので、まあ、ッっ球にエアームドで勝ってないと、ミ耳っ球で全滅しちゃう、ほぼ全滅しちゃうから、まあ、そういう打点持ってるアイアンヘッドですね。本当はステロを入れたいんだけど、 まあどのポケモンもステローネ入れたくて、技スペがなくて入れれないって感じにはなってるんだけど、まあ、無動は特にちょっと入れてる余裕ないかな。耳っきゅうに打点持てないのと、リュウマイドラパンもまあんまあいたから、最終日の前日ぐらいか。最終日あんま当たんなかったけど、最終日の前日ぐらいめっちゃ当たったから、割といないとなっていう感じでしたね。で、まあ、アイヘの枠ドリクチュで昔使ってたんだけど、うん、とね、多分 S を上げて、勝てる場面って別にそんななかった。 だからそうやったら大切ってビア上がるのが結構いいかなって思ってこっちにしたんだけどまあ、割とこれは役に立ったかなあ,あけなんなんか意外と役に立つ場面が結構ありましたねでえっと次がそのおなじみのバンギラスなんですけど、まあ、こいつも相変わらず HD ぶりで残飯持って砂起こししてまあ受けようっていう枠でなんでこいつが入ってきたかっていうともともと僕こいつ入れてなかないまま多分終盤まで結構20 日大ぐらいまでずっと番ギなしでやってたんだけど、あの、バドレックス、黒バドレックスの方に無限に負けるからさすがにいないと無理なんだなと思って、バンギラスを、あの、構築に入れました。まあ、いつも通りなんか頑張ってました。ただ、うーん、白バドレックスじゃない、黒バドレックスが番ギに出てくるのって草技を絶対持ってて、で、えっ、ー、と、匠に投げたりしても匠になるし、ってか対面からでも結構、 難しいところがあるからうーん、なんかなーっていう感じではあったんですけどなんか他にあいつを多分受けれないんだよねクロバドレックスが一番あのー、不意打ちとか影打ちで倒すポケモンだからまあ不意打ちはあいつ身代わりでケアしてくるから結構きついんだけどその悪とゴーストが弱点だからまあ先制技とかスカーフとかで倒すように多分作られてるポケモンなんだけど、まあ、受ける場合はそういう概念は存在しないので あとしから、バンギラスで、えっと、守るでなるべくタクを解消したりする感じですね。で、ロクブラは昔から入ってる技、守るも、まあ、このバンギラスは標準搭載で、えっと、眠るはね、昔も入ってたことがあったんですけど、あの、なんか TOD の時に勝てるなと思って、眠るが入りました。この枠、本当は、ステロをね、めちゃくちゃ入れたいんだけど、なんかステロなしでも意外といけて、どっちかっていうと、受けミラーの時に、こいつを最後のターンの一旦前に時間測っといて投げて、で、 その相手は砂で削れるから、で、番ギは眠って、下から眠れればまあ一番いいんだけど、それでヒットポイントマックスになって、っていう、そのヒットポイント創量で勝てない受けミラーの TOD の時は、こいつが眠るで、結構拾った試合があったかな,な何試合かは結構こう眠るで拾いました。で、イカ様が入ってるのはクロバドレックス用なんですけど、えっと、クロバドレックスと殴り合う時って、対面からだったらこっちまずイカ様からでよくて、 ま、相手がそこで大魔切ってくると実はまずいんだけど、それをしてくる人がいないんだよね。バレてなかったから多分イカ様って。神クタックも使ってたんだけど、そう。あの、物理のランドロスがめっちゃ受け出しされる時に一番負荷かかるのがイカ様で、で、あとその相手が対面で無理やり竜舞とか剣舞とかしてくる時も、それを咎めれるのがあったりするので、まあ、イカ様がいいかなと。 思ってて入れてましたあと、ダイアーク打つと別に結局変わんないから、そのイカサマの使用じゃなくなって、普通に威力130の悪技になるから。で、クロバドレックスと殴り合うときは、だいたいダイマが必要になるっていうか、ダイマ、相手がダイマしてたらこっちは絶対ダイマしなきゃいけなくて、相手がダイマしない限りは、こっちイカサマで角位置がほぼほぼ砂と合わせれば、まあ取れるぐらいな感じではあるから、最終的になんかイカサマで困ることは特になかったです。むしろまあ、その負担かかる、かけれるっていうのが、 結構、水ブロスとかも削れたりしてよかったですね。で、次が、ヤドランで。まあ、この枠結構、ドヒドイデーとかが入ってることが多い印象なんですけど、他はヤドランを使ってました。で、なんでかっていうと、こいつも HB ぶりで、えっと、なんでかっていうと、ネクロズマの熱風まで含めると、ヤドランが見れるっていう、本当はこいつ足場までケアしたかったんだけど、技スペイ的にちょっと限界があったので、まあ、足場は構築単位で切ることにして、熱風のネクロまでは受けれれば、まあ、あ 結構いいんじゃないかなと思って、こっちの、ヤドランでだから受けてました、ネクロズマンは。で、こいつはまあ再生力が強いのと、えっと、昔の、鎧のことかなの時の、えっと、エースバン受けで、なんか最初、この世界に登場、生まれたヤドランだったんで、まあ、エースバン受けもそのままになってたので、になっていたので、えっと、名物身を持ってて、エース版ダイヤクをケアしつつ、でまあ、回復技を怠けると、ネットを、 鉄壁がないとネクロゾマが受からないから鉄壁が入って、もう一個の枠まあくびでずっと使ってたんですけど、鉄壁と相性いいボディプレイになって、こっちの方が強かったですね。あと、ヤドランになんかラッキーとかハピナスで見ようとしてくる人は、あの、鉄壁プレスで全部しばけたので、良かったです。あんまなかったかな、そういう場面。あ、あ、でもね、最終戦とかは、こいつが鉄壁プレスだったおかげで、勝てたので、良かったですね。っていう感じです。 ま、ヤドランは僕は見た目が、あの、めちゃくちゃ好きなポケモンなので、なんか、こいつ使って21まで来れてよかったなって思ってます。で、最後がハピナスで、この枠が海洋が受けですね。まあ、特殊はバンギラスとハピナスで受けるその対象、役割対象分け合ってるんですけど、バンギラスは海洋とか絶対受かんないので、そのためにハピナスが入ってきました。で、もともと大体この枠ってラッキーが、 当初は使われてたんだけど、海洋画が型が多様化して、まあ、瞑想してくるやつだったり、あとなんだろう。メガネかとかも言ったから、万能ガサハピナスになんか、最終的になりました。技構成はまあ普通に卵海と、えっと、瞑想してくる海洋画を受けるのに瞑想が必要で、で、あとまあ、地球投げはもともと絶対大体入ってくるのと、まあ、暇なので全自波っていう、まあなん、なんか、この枠多分もうちょいよくできて、 んだよねあ一応そのゼルネアス受けもになっててあのショックサイコショックは諦めててショックないゼルネアスまあゼルネアス自体終盤意外とマッチングしない気がしたからまあショックをそこからさらに切るぐらいだったらいいかなってい急所で回そ瞑想海洋がもねゼルネアスもあのなんかハピナス殺せる技持ってなくても急所で負けるから 普通に全然勝てなくて、それが結構きつかったんだけど、まあ、抜け人を入れれば解消するといえば解消するんだけど、ちょっとさすがになーっていう感じで、なんかハピナスをずっと使ってました。まあまあでも、うん。まあ、なんかいつものハピナスとかラッキーにそのありがちな、なんか、こいつの前で好き放題されて負けるのは当たり前だし、こいつになんか何でももう好き放題投げられて、ボコボコにされ続けるのはいつもの運命だったんですけど、まあ変えようかと、 そうだね。まあ、主に海洋がかな。海洋画めちゃくちゃ当たったから、海洋が受けれるのが、とにかく偉かったです。っていう感じか。あと、こいつで電磁波入れて、無限内ダーで身代わりっていうムーブは結構強かったかな。身代わりで、その、こん、ま、マッチとかもできるし、まあ、その辺を、なんかうまく使ってっていう感じでした。多分、受け6で、やってて、なんかその、全部の枠にぴったり対応して、後しか勝てる試合多分なくて、 2000以降とかは多分ほとんど一試合もなくて、ちゃん、ん結構殴んないと、殴るっていうか、そう、なんて言うんだろう。択、まあ、とか、選出もタクだし、試合中もタクがめっちゃ発生する感じで、なんか受けるープらしからぬ試合が <laughs> 結構多かったんですけど、まあ、なんか僕は使い慣れてて、なんかその構築のダメージ感覚とかもまあ多少あって、なんかこれやったら負けるし、これ通せれば勝てるなみたいなのが多少見えるのは受けるープしかなかったので、そのまま使い続けてましたね。まあでも、 うーんうん、まあ、なんほん本当よう頑張ったんじゃないかなっていう感じですね。え構築の中身のね、紹介はここで終わりなんですけど、まあ初めて、21僕取ったのこれ実は初めてで、最終2桁に乗ったのは2回目っすね。で、前が、最終が八85位とかあったから、2桁前半を取るのは初めてでしたね。なんか、もう2桁は1回取ったことあったから、もう、 2-1本当に取りたいなって思ってて思どんぐらいだろう日付ちょうど変わったぐらいかな ?3 月1日になったあたりくらいからもうずっと潜り続けて途中で結構4桁まで溶けちゃうとか1000位ぐらいまで溶けちゃうとかもあって結構本当になんかしんどかったんだけどなんか諦めないで戦い続けて本当に良かったなっていうかまあメンタル系だなってすごい思いましたねなんかうん気持ちを折らずにでなんか この近電ルールは、いや、でも僕が全体はできてないからなんだけど、その結構マッチング運ーっていうか、その、要はさ、近隣枠は一個あって、で、それを軸にっていうか、で、例えばその近隣が勝てない近隣には一般ポケモンで勝てるようにとかって構築を組んだりすると思うんだけど、なんか、普通に近隣枠の <laughs>、その <laughs>、無理な当だったらもう最初から無理だし、例えばアシパネクロもそうだし、まあ、ゼルネも8割が勝てない部類だし、 あ、なんだろう、う黒バドレックス、白バドレ、白バドレックスも、普通、だから一番きついかな。黒が特にだけど。その辺がきつかったりっていう感じで、皆さんそういうのじゃない。要は雑誌案とかにはめっぽ強いから、雑誌案だったり、そういう系統をなんか引き続けて、で、やばいタクを通されないで、ちゃんと勝てた時は勝ち上がっていくみたいな感じで、あれだったからなんか、うん、対戦数をとにかくやら、やるしかなかったかな、みたいな。 感じでしたね。な、分環境にまあメタを張ってって感じになるけど、このゲームなんか終盤の最終日 <laughs>、3日あたりで急に突然なんか、ガマゲロゲとかそうだけど、急に出てきたりするから、うーん、なんか難しいなーみたいなね、感じはあります。まあとはいえ、まあ2100取れてね、よかったです。なんか、僕のそのリアルの都合で、最終日っていうかシーズンを通して最終日とかも、 そのずっとやり続けれるみたいな感じのチャンスはどうなんだろう。あんまその次のシーズン以降からは確実にこの時はやれるなっていうのがあんま見込めないっていうかまあそのこのゲームやめるわけじゃないし全然続けるんだけど最終日とかまでがっつりやり続けれるのが確定確定でそれがやれるっていうのは多分ラストシーズンだったからまあなんか良かったっす本当に頑張って うまくいって、なんで、あの、なんか結構、あの YouTube のね、コメント欄とかで、あと Twitter とかで、あの、応援してもらったりして、すごい、こう、気持ちが頑張ろうっていうか、心が折れずにね、戦えたので、ありがとうございます。あと、まあ、あ明日からちょ、今日この、<laughs> 構築解説だけで、20分ぐらいになっちゃったから、対戦は多分載せないんだけど、明日から、あの、 あれします。なんか最終日とかの結構良かった試合とか、まあ、2000後半ぐらいのね、あの対戦の動画を後付け実況してちょっと編集してアップするようにするんで、よかったら見てください。じゃあ、アートレンタルね、あの最後の、なんか、なんていうの、エンディングみたいな <laughs>、BGM ついてるところにあの載せとくんで、まあ、よかったら使ってみてください。じゃあ、お疲れ様でーす。